ない人？人いない？いますよ。人いる？こっちはいないですか？今近くにいないならいいけど。いいですか？大丈夫ですよ。大丈夫？こっちは大丈夫です。はい。行列のできる法律、間違えた、ごめんな、ごめん、スタッフ謝っといて、行列のできるダンスとラジオへこそ、司会の島田紳助です。今日はね、ニーダウン、ニーダウンあれや、大地君、三浦の大地君がよくやるニーダウンなんやけど、あれがね、めちゃめちゃ痛いっていう声がめちゃめちゃ寄せられとるね。あれやったらめちゃめちゃ膝痛いですよ、紳助さん。どないしたらいいですか、紳助さんと。アホ言うな、お前。茶の間の人間を笑わせろと。目の前の女ども笑わせたって、一戦にもならん、そういうことを今日はやっていきたいと思います。ニーダウンちょっと簡単にやってみますね。ニーダウンね、ニーダウンやるよ。終わり。全然膝痛くないです。いや強がってないですよ。終わり。ちょっとバランス崩したけどね、人目があるから緊張します。いかなる島田先生でもいいけども、やっぱ外はめちゃめちゃ人来たからごめん、ちょっとみんな我慢してくれ。今ちょっと我慢して、恥ずかしいから。さすがにそんななんか島田先生ですとかやってたら通報されるんで、そしたらこのチャンネルなくなっちゃうでしょ。わかるよね、わかるでしょ。わかって、それは本当わかってほしいんだよね。めっちゃ小学生撮ってんだよ、多分。うわ、YouTuber だとか思われてるから、そこはめっちゃみんなわかってほしい。あ、今そういうあれなんだなって、わかってほしい。はい。まず、なんで膝が痛いか。膝から落ちてるからです。これ膝から行っちゃってるんで。行っちゃう。痛いに決まっとるやん、それ。痛いに決まっとるやん、それ。めちゃめちゃいいですよ、膝。じゃなくて、払って、この足の裏で地面を捉えてあげる。これが真のニーダウン。ね。細かいこと何も考え。もう足を引っ掛けたら、そのまましゃがんであげる。終わり。で、この時に、こっちの足で地面捉えたら、そりゃ、めちゃめちゃ痛いよ。めちゃめちゃ痛いやん、それは。な。だからポイントはここや。ここ、な。引っ掛けた方の足の裏で地面を捉えてあげるって。ぜずぜぜぜぜ。だから極端な話、引っ掛けたけど前に倒れるんじゃなくて、ちょっとこう横やね。気持ち横。斜めに刻んであげる。全然わからへんね。え？子供来た？めちゃめちゃ子供来るやん。さすがに子供は国の宝やからね、あんまりこういうチャンネルには映したくないよね。あんまり映したくない、子供は国の宝やから映したくないね。こう不健全なチャンネルにはね、なかなか子供っていうのはなかなか映せへんのよね。我々芸人みたいなちょっと汚れ仕事はね、やっぱ闇営業とかいろいろこなしてるんでね、あんまりその子供たちの将来の夢をね潰したくないね、夢をね、子供たちに夢を持ってほしい。本田圭介ですけれども、めちゃめちゃ近く通ってますけど、はい、こんな大人になってほしくないですよね。ここまでのポイントをおさらいすると、正面から倒れない、膝から落ちないということ、そして足の裏でしっかり引っ掛けた加害者の方やね、加害者の方の足で、足の裏でしっかり地面を捉えてあげる。この2つを守れれば膝言わすことありません。スタッフ一生懸命頑張りました。これ本当のことだと思います。ドゥンドゥン、サムネ用のちょっと、はい、以上です。島田紳助のね、ニーダウン講座、痛くないニーダウンの講座でしたね。ニーダウンできない人はぜひ試してほしいと思います。はい、このコロナの騒動でね、外で動画撮ることになって、こんなことになってね、めちゃめちゃ強いです。めちゃめちゃ強い。ダンススタジオのレンタル代がね、大体1時間で、最低のレートから1000円、大体1500円、2000円とかなんですよ。冗談じゃないよね。おっちゃん、これ仕事にしないで。
おっちゃんこれ仕事にしてないね、これな、仕事ボランティアみたいなもんやから、うん、まあ、できればね、だからあのクラウドファンディングっていうのかな、うん、ぜひね、僕の口座に100兆円ぐらい欲しいですね、うん、もしリスナーの中で石油王とかね、王子様がいるんだったら僕にお金をください。はい、小路秀でした。以上、行列のできる小路相談所でした。ありがとうございます。